ジェローム・ジェリー・レオン・ブラックハイマーは映画プロデューサー、テレビプロデューサー。アメリカ合衆国ミシュガン州でトロイと生まれ、ドイツからのユダヤ人移民の子孫で、本来の発音はブラックハイマーだが、1980年代の映画公開資料で誤ったカタカナ表記がそのまま使われている。 幼い頃写真好きのおじにカメラをもらってから写真に熱中するカメラ鏡で至る所でスナップ写真を撮っていた。コンテストにも応募しており、高校生の時にはコダックのコンテストで優勝した。アリゾナ大学で心理学を専攻。卒業後、ニューヨークに移り広告代理店のメール室で働いたが、すぐにコマーシャルフィルムの制作に従事し、 映画制作のきっかけをつかんだ CF 監督として数々の賞を受賞したブラックイマーはロサンゼルスに移り映画制作に身を投じた1980年代から1990年代にかけて彼はプロデューサードン・シンプソンの制作助手になりパラマウント映画のために働き一連の大ヒット映画を手掛けたブラックイマーの最初の大ヒットは1983年の フラッシュダンスであり、立て続けに、ビバリーヒルズコップ、トップガン、ビバリーヒルズコップに、レーズ・オブ・サンダーなどのヒットを飛ばした。1996年、ブラック・アイマーはドラッグ乱用がひどくなった名優、シンプソンと絶縁した。直後シンプソンが急死したことにより、ブラック・アイマーのキャリアは打撃を受けたが、 マイケル・ベイ他ミュージックビデオ出身の映画監督たちによるアクション映画の制作を続け、アルマゲドン、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たち、ブラック・ホーク・ダウンなどの大ヒット作を送り出している。2013年6月にはハリウッドのウォーク・オブ・フェームに殿堂入りした。彼の制作した映画のほとんどは凝った、特殊効果の導入による派手なアクション、大ヒットしている。 ポップミュージックを起用したサウンドトラック、テレビ映りの良い俳優たちの起用を特徴としている。このため彼の映画は派手なオープニングと見た目のありに無内容だとして全米の映画評論家からは国評されているが、これは彼自身の映画は極上の娯楽であるというポリシーによるものである。その屈託くなく万民受けする映画のスタイルは結果としてアメリカだけでなく世界中で、 多くの観客を集めることとなり、収益的には大きな成功を収めているに至っている。1997年からはテレビへも進出して、数多くの警察ドラマを制作し、テレビ界においても大きな成功を収めた。特に CSI 科学捜査班は2作のスピンオフがシリーズ化され、3作すべてが高い人気を誇る。 テレビドラマにおける彼の作品は、娯楽性を追求をする映画とは異なり、社会に対する問題提起、人間模様や心理の緻密な描写に比重を置いているのが特徴的である。テレビドラマの他にも、アメージングレースのようなリアリティ番組を制作している。ブラックカイマーが関わる作品にはいくつかの共通した思向性があり、そのほとんどの作品で太陽光線や、 自動車のヘッドライトを渋く光らせる場面を挿入したり、奇抜なカメラアングル、映像処理で随所にフィルターをかけたりと、視覚効果に対する美的な関わりが顕著である。アクション映画におけるカーチェイスシーンや爆破シーンといった見せ場では、より痛快かつ爽快な印象を与えんとするため、過剰なまでに緻密な計算を盛り込んだ密度の高い演出を好み、 その撮影に膨大な費用や時間を割くことを惜しまないことで有名である。展開が固くなりすぎないように演者に細かいところでコミカルなやり取りをさせたり、小ネタを挟んで笑いを誘うようなシーンも多く、挿入されている。また作品に込める根底のテーマとしては、怠慢な国家や政治の体制を皮肉るものが多いのも特徴である。共和党支持者であり、2008年。 アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョン・マケインを支持した。トップガン、アルマゲドーン、ブラックホークダウンなどの軍事アクション映画の制作の際、軍や政府機関の協力を得られるのは、このことも関係していると思われる。2010年2月、バニティフェア氏が2009年に最も稼いだ、ハリウッドの稼ぎでのランキングを発表し、3600万ドルを稼いで10位にランクインした。 この金額は映画のギャラだけでなく商品のロイヤリティ収入なども含んでいる。2010年12月、経済誌、ホーブスがエンターテインメント業界で最も稼いだ人物のランキングを発表し、1億ドルを稼いで6位にランクインした。ありがとうございます。